元 AKB48 の佐藤すみれ、29、が26日までに YouTube で第2子を妊娠したことを発表した。佐藤は夫で K1 選手の足高亮、33、との間に2021年6月に第1子の長女が誕生している。動画の中で佐藤は、この秋に2人目が生まれることになりました。丸、に月中はつわりがひどくて、寝たきりというか、ほとんど動けない日が続いてしまった。一般的には安定期と呼ばれる期間に入ったので、こうしてお伝えさせていただくことになりました、と報告した。第二子の性別はまだ不明という、誕生する頃には長女が2歳になり、2歳差の2人の子育てをするため、たくさん大変なこともあるかと思うけど楽しみがすごく大きい。二人のママということでこれからもっともっと頑張らなくてはいけないなと思います、と語った。